二次関数も最後の問題です。大問4、カッコ3を見ていきます。括弧コ3の問題、これも何パターンかあるんやけど、ここではグラフと二次不等式の関係を見ていています。このグラフを使えば二次不等式を解くことができるよね。ちょっと読んでみましょう。二次不等式 x、x の二乗足す x- に小なり0を解くと、その解はどれになるか。 次の1から4のうちから正しいものを1つ選べそして次がポイントですただし右の図は2次関数 y イコール x の2乗足す x 引く2のグラフであるとこれがヒントになっているわけですこの式を2つ見てみたらすぐ気づくのはここの部分一緒やなっていうのはわかると思いますそしてこの右にあるグラフっていうのはこの y イコール x の2乗足す 引く2のグラフになってるわけねそしたらこの選択肢のうち答えってどれになるやろ普通やったら2次不等式を解くときはこれを因数分解するとか回の公式を使ってもいいんやけど不等式として解,て解いて求めないといけませんただしここではこのグラフが出てきているのでしかもこの部分は一緒なのでちょっと並べて書いてみようか x ² x の乗す引くになりでそしてちょっと順番を変えようか x ² x の乗引くにイコール y。これをグラフにしたものがこれとつまりこの2つを見比べてあげればわかるんやけど y が0より小さくなっている時っていうのをこのグラフから見てあげればこの不等式を解いてあげたのと 一緒になるんです。この y の部分が0に当たっているからね y が0より小さくなっている時を考えるそしたらどうなるかというと y っていうのはこの縦軸なのでここが0より小さくなっているってことはこの x 軸より下の範囲ねつまりグラフでいうとここの範囲ですここの範囲を表している不等式っていうのがこの問題の答えです 風になってくるわけね。ここの不等式はどうなるうかっていうと −2 からこのプラスの1までなのでそれを表している不等式は3倍ねこれが答えになってきますこういう風にグラフと2次関数のグラフと2次不等式の変域、範囲っていうのは対応するような関係にあるんです そしてこの対応する関係が分かっていれば、この問題、計算をしなくても解けると。ラッキーな問題なので、この対応の関係、そして解き方を覚えておくようにしてください。